全くもって話すことがございません。ちょうど眠たいなっていう感じがあるんですよね。こう、今、まあもう夕方ではあるんですけど、このままちょっと30分ぐらい昼寝しようかなと。まあそれを考えてはいるんですけど、その前に、まあ YouTube 何か撮っとこうかなと思ったんですけど、まあないんですよ、喋ることが。で、さらに、こう、昼寝を控えてるので、まあ、頭がぼーっとした状態を、こう、キープしておきたいと。このぼーっとした状態のまま、こう、眠りにつくことができるというのか、こう、昼寝にしろ何にしろ、こう、寝入り花というのか、あ、もうちょっとで寝れるなっていう状態が、やっぱり、一番気持ちいいんですよね。なので、その、あんまり、こう、脳が活性化したらダメなんですよ。だから、脳が活性化しないように、何かしら、こう、喋らないといけないと。いうことで、こう、動画を撮り始めたんですけど、まあ、何も喋ることがないのに、こう、動画を撮り始めてる時点で、まあ、何もないっていうことになってしまうっていうことは、こう、見えてはいたんですけど、ただ、今もここまでこう喋っている段階で、このちょっと脳が活性化してきているので、これ活性化してはまずいんですよ。やっぱり、この、今この辺にある子、あ、もう眠たいなっていう、こう、このまま昼寝したら気持ちいいやろなっていう、この状態が、こう、ちょっと今減ってきてるんですよね。これ、減らしたらダメなんですよ。昼寝を気持ちよくするには、このまま減らしたらダメなので、こう何か喋らないといけないっていう、こう何かをこう探ろうとしてはダメなんですよ。だから、このままこう眠たさをキープしたまま喋ることがやっぱりありませんよと。のまま、この動画は終わることになると思うんですけど、ただちょっとその眠たいっていうこう感じの状態がちょっと今半減ぐらいしているので、やっぱり昼寝した後に動画を撮った方が良かったのかなとは思ったんですけど、今日はまあ仕事をしながらバイトをしながらでも、あ、今日は何も喋ることないなと思っていたので、まあどの道喋ることがないだろうということなので、まあもう先に動画撮ってから昼寝しようかなと。いう順序になったのでこうなってるんですよね。まあそういうどうでもいい話なんですけど、まあこれ昼寝って言っても長い時間寝るつもりはなくて、まあタイマーを25分ぐらいにセットしておいて、まあ5分ぐらい寝るのにかかる、まあ5分も多分かからないんですけど、まあ寝てまあ20分弱ぐらい寝て起きると頭がシャキッとすると。いうことで、まあだいたい毎日のようにそういうちょろっとだけ昼寝するっていうのはやってるんですけど、これ昼寝ってやっぱり気持ちいいんですよね。夜ってなんかこの昼寝の時みたいなこのちょうどいい気持ちいい眠たさっていうのにならないんですよね、夜は。なぜか。なのでこの眠たさがあるっていう時に寝るっていうのがこう一番いいというのか、ただこのぼーっとした感じ自体は、不快なんですよ。このぼーっとした感じを、消すためにちょろっとだけ昼寝すると。一旦こう、まあ、パソコン再起動するみたいな感じですよね。メモリーに溜まっていた、こう、不要な、こう、データっていうものを一旦こう、リセットするみたいな。まあ、そういう感じで、こう、昼寝するのが気持ちいいんですけど、まあ、ということで、あんまり、こう、いろいろ、こう、考えていると、この、眠たいっていう気持ちいい状態がなくなってしまうので、この辺に、しておきます、という話でした。芸術を僕は、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。